すみません、ちょっとね、うちのチャンネルのね、準レギュラーの中村さんに、ね、個人的な伝達力が忘れそうなんで、ここでやらせていただきますけど、なんかね、松駅のそこのね、お土産屋さん、シャミネって書いてありますけどね、お土産ラグイチっていうの、そこでなんか、風呂敷まんじゅう売ってました。なんででしょうか、わかりませんけど、今日のこの時間で風呂敷まんじゅうの16個入りのやつがね、まだ残ってましたんで、松江でも買えるんですよね、そういうことですよね、知らなかった、鳥取だけだと思ってました。私、今日はね、買わなかったんですけど、まあ、一応視聴者のように説明しておきますが、鳥取駅でね、売ってる、とても美味しい風呂敷まんじゅう、甘さ控えめのおまんじゅう、中村さんがね、美味しいよ、どうぞ、そうですね、こうくれるんですね。でも、なかなかね、買うことができなくて、鳥取駅にもう午後に行こうものなら売り切れていることも多い、そんなおまんじゅうなんですけど、なぜか松江駅、本日この時間帯、19時13分頃にですね、まだそこに、お土産屋さんに残っておりました。まあ、鳥取でしか買えないと思ったら松江にもあったし、それからまたここでね、この今の時間に買うことができる、なかなかすごいことなんじゃないかなと思います。むしろ松江だからこそ残っているのかもしれません。なんだ、一体何をお祝いしているのかと全くわからない西日本旅客鉄道米子支社、なんでしょうね。いや、女子大生の動画あまりにも伸びてますんでね、なんか土産でも買ってってあげるかと思ったんですけれど、しかしな、あのしじみ汁のセットとかをね、今時の女子大生とかももらっても、まあ、嬉しくなくはないだろうけど、そんなにあげても、あ、そうですか、どうもありがとうみたいな感じだろうし、わざわざそんなもん買っていくくらいだったらね、あの現金を渡すで一番必要なことをやった方がいいでしょ。これだけね、利益が上がったら、そのうちの利益のこれだけの割合を差し上げますということで約束がついておりますから、まあ、それで十分なはずです。6号車26番個室2階席ですかね、ちょうどもう入ってくるように3分前だか2分前だかにはもう入線してしまうんですよね。で、明日の朝4時38分に静岡に到着ということですから、まあ、まだね、静岡で仮眠とか取る時間はあるわけですけど、しかしなるべく早く寝ておいた方がやっぱりいいのかなという気がいたします。米子、岡山、大阪方面の2番乗り場、ここにサンライズ、出雲号が入ってきて、そしていよいよ無事に、実はこれサイコロな旅の動画でしたからゴールできるということになっているわけです。大阪方面っていう書き方も面白いけどね、ちょうどやってまいりました。最近では自分の家よりも頻繁に使っている可能性が十分にありますんでね、すっかり慣れてしまって、特別感も何もなくて、ちっちゃい時はまだね、あ、サンライズこれから乗るんだ、楽しみだなっていうのあったんですけど、もう何もそういう感じがしません。ただの移動手段というか、なんていうの、ホテルと同じになってしまいました。まあ、こういう状況はね、多分すごい幸せなんでしょうけど、あとまだ発車まで3分あるな。6号車、ここですね。喫煙か。どこでも家空いてるやね。号車26番、間違いなし。いや、久しぶりに今日はね、ゆっくりできますよ。こうサンライズ最近乗ってもね、いつも忙しくてね、大変だったからやらなきゃいけないことが山積みで、でも今日はそういう風な感じじゃありませんからね、まあ、とりあえずケーキを食べるとかね、いろいろそういった楽しみはあると、何かものすごくね、やらなきゃいけないということがあるわけではありません。まあ、せいぜいパソコンでね、2つか3つ動画を作ってそれで終わり。いや、なんともね、今日は楽ちんな日ですよ。これで東京までと行きたいところなんだけど、今日はでも東京までじゃないんで、降りるのが静岡ですから ね、そう考えたら動画を2つか3つ作ってって考えると、もうすぐ寝なきゃいけないのかもしれませんね。本当は出雲市から切符を買っていますが、降りるのは静岡です。ご乗車ありがとうございます。どういたしまして。車掌さんに聞いたんですけどね、朝早いと寝台に来て、こうあと20分で到着です、そういうのね、やってくれるんですかって聞いたらね、もうなくなっちゃったらしいです。なんだ、昔ね、あった、あれがね、寝台特急の結構いいとこだったんですけどね、郡山で北斗星降りるときとか、酒田で曙降りるときとかね、それから静岡でサンライズ降りるときだって、確かに米子の車掌さんだったと思いますけどね、こう来てくださってね、こうやってくれたんですよ。なくなっちゃったの、寂しいですね、仕方ありません。乗務員がこうコロコロ変わるようなね、そんな運用になりましたから、それ全部やるのだってね、そりゃ土台無理な話ですよね、残念だけれども、仕方のないことです。米子も出ましてね、境線の普通列車止まってましたけど、猫娘がね、どんどんなんか世代を超えるごとに広くリメイクされていくなんて話を聞きます。ちょ、私がね、こっちでも喋ってますから、ちょっとこれ止めておかないとあれですよね。でももう喋ることはなくなりました。乗客がね、ほとんどいないんだよな、今日満席なのにね。こんだけこのね、向こう全部空いてますから、2、4、6室は少なくとも空いてる。ここだって、そこも全部空いてます。他にはね、空いてるところ、埋まってるところは2つ、3つくらいしかありません。この2階席に関しては。こんなに空いてるんだね、これどうなのかと。まあ、これつまり、まあ、大半が岡山から、まあ、新見、備中、高橋、倉敷からそんな乗ってこないと思いますので、まあ、おそらく岡山からいっぱい乗ってくるんだろうと思いますけれど、ね、絶対これサンライズ出雲じゃなくてね、五島からあそこなんだ、どっか、まあ、広島か、もしくは下関あたりに転属させてね、朝風にした方がいいと思うんですけどね、ずっと。
まあそんなね、あのオタクの妄想ですから、まあ、絶対廃止まで後藤所属ならもう変わらないと思いますし、あの今回急になんかマニアっぽい話になっちゃいましたけどね、絶対サンライズ出雲じゃなくてサンライズ朝霞にしといた方がねいいと思うんだけどな。どうそうだ忘れてた。じゃあちょっとね、一区切りつきましたんでケーキを食べましょうかね。あんまケーキって食べないんですけど、お持ち帰り何時間ですかって聞かれて、まあ2時間はかからないですね、はいはいみたいなこと言って、今の時間はというと今8時32分ですから、もう2時間は、あ、でもギリギリ2時間ぐらいかならまだ大丈夫だな。3月9日保冷剤を入れてくれるのが申し訳ないな。これがね、ショートケーキでございます。うん、美味しそうだ。お茶買ってくるか。お茶、お茶ね、汚いな。こんなジュースならこれねはな。でも買いに行くのめんどくさいし、いいか。この甘いものセットあまり美味しくない組み合わせかもしれないけど、サンライズのあれも綾鷹しかない。綾鷹美味しい。まあ、早いね、これ食べることにします。やっぱりね、夜行列車の旅ってのはいいもんですよね。今日は暇なもんだから本当にこうガタンガタンとこう揺られてね、さっきケーキももぐもぐとこう食べておりました。女子大生と旅行行くのもね、まあ新鮮で面白かったですよ。面白かったんだけど、まあでもね、こうあれですよ、多分本人はこの動画見てないだろうから、こう静かにねこう言っとくわけですけど、もうあれですね、女子大生と旅行行くよりもしない時のサンライズにこう乗ってね、まあ、夜のこの景色をこう電気なんかを消しながら、やっぱこれの方が面白いなと思うんです。いいなぁ、このね、赤い明るいこの照明がね、パッと通過するこの瞬間、一瞬だけ個室の中が明るくなるというのがとても素晴らしいのです。この辺は神上信号場付近かな。なんか歩いた記憶のある道が横を通ってますね。ハクビ線もいっぱい写真撮影しましたよ。ヤクモとかトワイライトエクスプレスとかありましたからね。ちょっと一旦つけるか。違った、まだ神読みじゃないや、庄山でした。庄山に特急が止まるってんだからすごいっつったらあれか、他に止まるようなところなんかあんまりないしね。今の庄山の人に言ったらやっぱ怒られるのかな。でもここに特急が止まるっていうのは単純にやっぱりすごい、逆に言えばいいサービスだなと思います。ネオに特急が止まるのとかね、ほうき大山に止まるのもなかなかだと思うけど。1番乗りな。すごいな、新幹線乗り換え案内してるよ。129号、広島行き、23時13分。伸び伸び座席をね、利用する人がいますからね、その人は座席として使って、それで、ね、もうこれ確かサンライズって最終のあの役もなんですよね。だから多分それで来たっていう人なんじゃないかなと思いますけれど、これで岡山についてね、そこからまた岡山から別の人が伸び伸び座席を利用するということもあり得るのかもしれません。ご乗車ありがとうございました。次は岡山ですなんてね、ここで降りる人前提の、ね、それに向けた放送がなされております。もっとも私もね、岡山でサンライズ、上りサンライズを降りたってことも実際ありますんで、確かに、これは必要な放送なのかもしれません。意外とこういうところで降りる人って本当にいるんですよね。岡山です。サンライズの車内はね、もうなんかしけたものしか自販機で売ってませんので、やはりこれはね、ホーム上の何かちょっといいものを売ってる自販機で買いたいところ。しかし、学ランで来るとね、視聴者に見つかったら、ちょっと今日はもうそろそろこれが終わったらね、痛いと思いますので、見つからないようにね、なるべく地味な格好で行こうと思うんですけど。見つかるだろうなぁ。これなら代表が一瞬ですからね。一回止まりましたけど、まだこれじゃないんだよな。もう一回動くはず。あと2メーターかな、1メーター、そんぐらい。1メーターではないな。3分ぐらいしか止まりませんのでね、ちょっとお菓子をセブンイレブンに買いに行くということも、まあ、できなくはないだろうけども、あと2分しかないし、通常2分でやろうとはしないですよね。そんなことはやめときましょう。さすがに寒いな。あんまりお客さん乗ってこないけど、なんで団体予約でもあんのかな。なんでだろうな、岡山で乗ってこなかったら。だってこの列車満席のはずなんだけど、全然車内も乗車率半分もいってないですよ。姫路でそんなにゾロゾロ乗ってくると思いますし、まあ、姫路、三宮、あとは大阪、大阪もまあまあ乗ってきますからね。そういうことなのかな。どうなんでしょうかね。あとで大阪駅の様子を見てみたいけど、それやると4時間ぐらいしか寝る時間がなくなりますんで、もうこれ飲んで歯磨いた後は寝ようと思います。温泉入ってきたからシャワー浴びる必要もないしね。泊ります駅と到着時刻をご案内いたします。今日の車掌さんは車内放送が親切だと、あんまり
聞かないな。ちょっとお休み放送って JR 西日本やんないんですけどね、やってるんですよ。そこ聞いた方がいいわ。大阪0時32分、静岡4時38分。ほんじゃ、まあ今度こそね、寝るということです。こう本当はね、開けてね、外のこう景色をこう見ながらね、行くというのが一番いいんですけれど、しかしね、これもまたたまに駅を通過するときは眩しくなりますんで、まあ結局閉めるということになる。あとそうだ、明日の朝、目覚まし、これが重要だ。6時では遅いんだな。4時38分着のはずですから、まあ4時20分でいいか。あまりギリギリだとね、逆にそれはそれであれなので、4時24分にしましょう。これでいいや。今からまだ5時間ちょっと寝られますんで、あと静岡に着いてからも仮眠するということを考えれば、まあこのぐらいで十分でしょう。おはようございます。本日は3月の10日かなと思いますけれども、土曜日です。もうそろそろゴールの静岡駅に到着、あと10分ほどです。とりあえずね、目覚ましよりもほんのちょっとだけ早く起きることができましたが、目覚ましがどうせなるんだからと二度寝して、そして、あと10分というところでまた起きております。こんなことやってる場合ではありません。折り遅れると大変なことになるから、大急ぎで行かないと大変なことになるな。東京はまだいいんだけどね、ここはそんなわけにはいかないんですから。なんだこれ、こうですね。まずいまずい、静岡に寝ついてしまうよ。まあ、まだこの駅は乗務員の交代があるから大丈夫だけど、よいしょっと、持つものは持ったな。大丈夫かな、忘れ物だけはね、まあ後で東京帰るからその時でもいいけど、ないね、大丈夫かな。よし、よかった、降りられました。そんなにね、最後のあたりは緊迫感がないというかね、サイコロの旅でちゃんとゴールできるかとかね、そういったところはなく、楽々サンライズで帰ってきてしまったという感じですが、とりあえずこれにて、寝台特急です。静岡に、まあ、一応ゴールということになりました。まあ、きっとね、今度はもっときついようなのがまた出てきたりすると思いますが、今回は割と運が良かったのでね、なんか楽なあの選択ばっかりにこううまく拾うことができまして、視聴者の皆様には多分そのサイコロの旅の醍醐味たる文句を言いながらね、ものすごく苦しみの表情を見せる、そんなね、登場人物の、つまり私のその姿をご覧に入れることはなかったわけですけれど、まあ、またね、こういったことはきっとやると思いますから、その際にまた皆さんにね、そういった光景をお見せできればなと、まあ、そのね、苦しむ本人がそんなこと言ってどうなんだと思いますが、まあ、ご期待いただければなというふうに思います。それではとりあえず動画はね、ここまでとさせていただきましょうか。ご視聴ありがとうございました。おはようございます。本日は3月の10日かなと思いますけれども、土曜日です。もうそろそろゴールの静岡駅に到着、あと10分ほどです。とりあえずね、目覚ましよりもほんのちょっとだけ早く起きることができましたが、目覚ましがどうせなるんだからと二度寝して、そして、あと10分というところでまた起きております。こんなことやってる場合ではありません。折り遅れると大変なことになるから、大急ぎで行かないと大変なことになるな。東京はまだいいんだけどね、ここはそんなわけにはいかないんですから、なんだこれ、こうですね。まずいまずい、静岡に寝ついてしまうよ。まあ、まだこの駅は乗務員の交代があるから大丈夫だけど、よいしょっと、持つものは持ったな。大丈夫かな、忘れ物だけはね、まあ後で東京帰るからその時でもいいけど、ないね、大丈夫かな。降りられました。そんなにね、最後のあたりは緊迫感がないというかね、サイコロの旅でちゃんとゴールできるかとかね、そういったところはなく、楽々サンライズで帰ってきてしまったという感じですが、とりあえずこれにて、寝台特急です。静岡に、まあ、一応ゴールということになりました。まあ、きっとね、今度はもっときついようなのがまた出てきたりすると思いますが、今回は割と運が良かったのでね、なんか楽なあの選択ばっかりにこううまく拾うことができまして、視聴者の皆様には多分そのサイコロの旅の醍醐味たる文句を言いながらね、ものすごく苦しみの表情を見せる、そんなね、登場人物の、つまり私のその姿をご覧に入れることはなかったわけですけれど、まあ、またね、こういったことはきっとやると思いますから、その際にまた皆さんにね、そういった光景をお見せできればなと、まあ、そのね、苦しむ本人がそんなこと言ってどうなんだと思いますが、まあ、ご期待いただければなというふうに思います。それではとりあえず動画はね、ここまでとさせていただきましょうか。ご視聴ありがとうございました。